株式会社電装店は電装グループに属する企業。カーナビゲーション、カーオーディオの大手メーカーの一つで、純正オーディオを手掛けるトヨタ自動車とも資本関係が深い。かつての称号は富士通店株式会社で富士通グループに属していた。さらにその源流は川西機械製作所や神戸、工業株式会社に遡る。消費財としては、 イクリプスブランドで展開されている。神戸工業製のラジオ店ブランドのカーラジオ1920年に日本経理を率いる川西西米が創設した川西機械製作所が起源同社で真空管や通信機器等の生産を担当していた部門がルーツとなっている。1992年に富士通店地球環境検証を制定して以来、グループ各社で 環境保全に取り組んでいる ISO14001 連送店グループでは日本国内全拠点及び日本国外の生産拠点で国際規格 ISO14001 を取得しているグリーン製品開発環境に配慮した製品作りの仕組みを1995年に確立製品ごとに設計段階で環境アセスメントを実施し省エネ 小資源、有害物質排除などで顕著な改善を実現したものをグリーン製品として認定。また、2001年から環境ラベルの表示制度を導入。鉛フリーハンダ使用製品鉛の環境汚染や人体に及ぼす影響を考慮し、2002年に発売したアベンのメイン基盤より鉛フリーハンダの採用を開始。2009年7月を目標に全製品に 鉛リフリーハンダの採用の拡大を目指している。ゼロエミッション 3R 活動に取り組み、国内生産拠点では単純に焼却、または埋め立て処分される廃棄物をゼロにするゼロエミッションを達成している。電装店は1955年にカーラジオを自動車メーカーに納入して、以来50年の長きにわたってオンへのこだわりを大切にしており、 富士通店の理念のもと、音楽を通してコミュニケーションを活発にしたいとの思いから、コンサート主催、協賛といった音楽を通じた活動を中心に様々な社会貢献活動に取り組んでいる。特に地元、神戸で開催される各種音楽イベントの支援に力を入れており、中高生ビッグバンドの祭典、ビッグバンドジャズフェスタを入場料無料にて開催している。また、 会場運営等は、富士通店社員のボランティアグループが行っている。また、豊かな社会づくりの一環として、モータースポーツへの協賛を行っており、世界ラリー選手権に参戦していた TTE のスポンサーであったり、全日本ツーリングカー選手権では、トムスのメインスポンサーとして、また、後継のスーパー GT に参戦する、土屋エンジニアリングのメインスポンサーとなっている。J リーグでは、 デンソーグループであることから、川崎フロンターレのオフィシャルスポンサーであるほか、地元神戸に本拠地を持つビッセル神戸のオフィシャルスポンサーとなっている。富士通グループで川崎フロンターレ以外のオフィシャルスポンサーをやっている企業は富士通店だけである。女子バレーボール部伝送店のバレーボール部の歴史は、古く、伝送店の前身、神戸工業時代に遡り、50年以上、 経過している。企業の文化体育活動の一環として活動しており、以前は全国大会に出場して1から2回戦で敗退するような状況で、兵庫県では中堅クラスの位置にいた。しかし、2006年に兵庫国体の開催が決定したことから、県内の有望な選手や高校の競合校から選手を補強し、兵庫国体に戦力がピークを迎えられるような、 強化計画が立てられ、その後は国体や様々な大会で好成績を残している。平日22時5分 -22、22が放送された音楽番組で主に洋楽を中心に放送されていたものであった。日曜14時 -14、55、ありがとうございます。